こんばんは、ドンです。今日も信長の野望新生 PK 滝川和正戦始めていきましょうか。さて、1582年の滝川和正なんですけど、いません。滝川家はどこにもない。なので滝川家が今から生まれます。編集、新勢力作成、滝川家を作りましょう。その名も滝川滝子ちゃん。滝川滝子ちゃんを箕輪城に。家紋は滝川の家紋がちゃんとあるんで、滝川の滝子ちゃんと、それと赤いテルコ、それ以外のメンツは後で移動させます。武将に関しては、信長の野望創造戦国理史伝の滝川家を準拠しますね。大使とほぼほぼ同じなんですけど、城、ああこれたここ必要、新田金山必要なんだよな。新田金山を入れて滝川を軍団長から外しとかないといけないっていうね。国峰の和田も滝川の部下なんで、まあこの三条ですかね。箕輪、国峰、新田金山。よし、ちょっと長寿にしときます。さすがに数ますね、寿命が近すぎるんで。町名以外は歴史面とあり、他は同じ。乱世に生きるが我が道よ。他は問題ないよな。ちょっとごめんなさいね、もう一回。つい前回特殊なプレイしたばかりなんで、外交シーツ大丈夫。外交 OK、 歴史 OK、 町名 OK。 よし、我が旗のもと天下を見せ、我らが旗を掲げ。ささ、いつもの勢いに乗る織田信長。上杉改革に対して柴田、関東への抑えに滝川一正。関東に抑えられましたぞ。羽柴に信孝と丹羽、明智光秀。さあ、じゃあ武将連れてきましょう。滝川一正なんですけど、連れてくること今すぐでもできるんですけど、実はちょっとこれ天正神武の乱に滝川一正が必要なんで、1ヶ月、いや2ヶ月かな、2ヶ月ちょっと滝川一正このまま織田家に。で、まず滝川に必要なのは前田慶次、次滝川益重。これね、滝川益重、あとね、北条高弘、ちょっと最初ね、人の移動までは手動でやりますね。北条高弘、そう、北条高弘ね、この時期滝川の下なんで。というのが大体主力メンバーで、あと小畑だな、小畑信貞、お、小賀、岡、奥、おふ、小田、小野、小葉、柿、あれ、小畑信貞と、あとはもう逃げやかしになるんですが、これだ、なんだこれ、呼び方なんだっけ、雲林寺でよかったっけな、う、あ、い、う、これ、宇治、全然違うわ、宇治だわ、宇治助元と長尾則影
よし。神道滅却じゃないな。あとは、横瀬たちですね。横瀬一族、横瀬和田。和田信成とは、和田、横瀬、いたいた、横瀬と由良、横瀬と由良。よし、あら、違う、こっちじゃなくて由良、横瀬、こっち。これで滝川家、カズマス以外の全員揃えました。ちょっと武将確認しておきましょう。ちょっと一時的に君主になっている滝子ちゃんはあれです。大友家の妙輪にと同じスペックにしてます。で、滝川松重、一松のいとこ、親族に刑事。一応ね、なんだっけ、大使と創造戦国理士伝がこのメンツだったんで、このメンツでいきます。で、テルコバは大使からコッペしてきました、大体。で、小畑信貞、津田はね、大使と創造には少なくともいなかったから入れてない。九州、歌舞伎、好き持ち、宴席で、和田信成、光助の豪族、武田に属する、主家滅亡後は滝川一松に従っただそうだ。北条高広、いつもの北条高広。宇治助元は、まあ伊勢系か。そういえばこれ刑事って一門になるのかな。ああ、一門になるんだ。そうか、一門か。滝川の一門になるんですね、ちゃんと。そうだよね、ジップがまっしげだもんね。ああ、じゃあもう後継ぎ万全ですわ。で、長尾憲景、山内上杉家臣、なんとか長尾の出身、主家滅亡は剣士に仕える、剣士の後は北条。で、横瀬由良家の9代目当主、由良国重と、由良の一族、まあみたいなメンバーで始めていきましょうか。とりあえず国峰に北条高平でも入れとくか。あれ、身分が足りてねえ。俺もう速攻いなくなりそう。速攻いなくなるで、こんなん。ありがたき幸せ。家宝買おうかな。ありがたき幸せ。由良一族とか入れて。ありがたき幸せ。金4500。じゃあ国峰にテルコバや小畑や刑事。国峰にテルコバ入れて、新高の山の方に刑事を入れるか。これでいや、さすがに北条と結婚はねできないな。さすがにちょっとやだなそれ、やだな。じゃああとは軍開発しながら、都市はね、城は箕輪なんで、まあそこそこいい箕輪城
で一旦セーブしましょう。タキコちゃんの時点で一回セーブ。じゃあカズマスの合流は2ヶ月後で。じゃあ行き、あ、もう一ついける、もう一ついける。よし。いやー、織田信孝もね、独立しないしね、滝川も独立しないしね、本能寺の後もうちょっと細かく独立してほしかったっすね。天下不武の実現を眼前に見据えた戦国の覇者織田信長。さあ、いつものいつもの。さあ、本能寺の変勃発なんですけど、この後、来月天正神武の乱が起きるんですよ。で、まあ清須会議も起きるわけなんですけど、もう清須会議は滝川がいなくても起きますんで、滝川はガン無視ですよ。ただし静ヶ岳の合戦が起きません。織田の滝川はうちに来るんで。なので、まあ柴田の柴田がね頑張ってくれるんで。で、天正神武の乱に滝川が必要。これが来月1582年7月。勝家がねどれだけ頑張ってくれるかですね、今回は。6月、軍会集まって、これでね、天正神武なんでこの辺りもだいぶ変わるんで、さあこれで川尻が破れ、滝川が孤立し、こんな状況に。さて、これでゲーム中編集武将、さあこれで滝川に来てもらいましょう。タキコちゃんのところに来てもらう。で、タキコちゃんのところにやってきた滝川一馬。隠居。ああ、ちょっとロンダリングしたくなるな。ちょっとだけロンダリングしようかな。ちょっとだけだよ。どうせほら、完食めんどくせえし。あ、待って、その場合、カズマスが死んだ後、でも、カズマスが死んだ後、隠居のやつが後告げるんだっけ？告げるよな。よし、やるっと。やっちゃおうっと。イエーイ。刑事かと思いきや。刑事が後を継いだかと思いきや、刑事が後を継ぐかと思いきや、実は増茂。違う、隠居。実は増茂が後を継ぐことになり、でもやっぱり増茂、俺は嫌だと。カズマスにバックパス来ましたわ。これにて、神津家の滝川家完成でございます。神津家滝川家無事完成。お前の喜びにござる。よし、辰政君はね、辰政君はまだ成人してないんですよね、単純に。そう、とりあえず城主がいるのと、あと実はですね、滝川がですね、これなんと135。なんでかっていうと、滝川が最初からあれ持ってるんですよね、左近将軍でいいのかな、読み方。最初からなんと官職を持っている、官位を持っている。なんでちょっとだけずるい感じに
まあでも滝川変だし、滝川が持ってんだから、滝川が持ってんだもん。生徒会心に取って、受けたまわった。そして生徒会心も入れていきましょう。なんか関東関連説もあるみたいですね。ただまあさすがにまあ後世の創作でしょうという。足利義昭追放しといて足利幕府の関東関連はねえわみたいな。あれだね、早めに動きたい。早めに、そう、今回の目標は、あの長命となった、長命なんですけど、滝川一益残りの寿命は多分15年ぐらいで清須攻略を目標にしたいですね。清須攻略を目標にしたいんですが、そうなるとまずあの北条を黙らせないといけない。まあ一回八方あたり殴って平和にしたいですね。そうですね、対魔卓に身になりますね。で従属はしてくれない。お市場もね、なんなら落としてしまってもいいんですけどね。まあ八方行きましょう。ああ小作りのそいつ、あの大使と想像の時にいなかったんで、まあ言い出すとキリがないから、言い出すとキリがないんで入れてないっす。ちょっと待ってね。あ、混乱もいるし足止めもいるじゃん、素晴らしい。少数戦闘は土着と強いぞ。いかにすべきか。怪姫はね、何年ぐらいに出てくるのか。そうですね、真田ね食わざるを得ないかな今回。あのタイムアタック的に言うと真田は、外交的に上杉従属なんで、おそらく徳川から殴られて上田城落ちるでしょう。で上田城からこぼれて沼田に来たところを倒すかなと思ってる。そう、成田は北条従属のはず、もしくは同盟か従属。まあなので八方押し城あたりを抑えて北条とは停戦を繰り返しながらある程度放置。上田勝戦起きるかなこの状況。さあ飛び出てきた。我が部の見せ所か。皆続け。こちらに。まあ信州東海道ルートでしょうね。まあ徳川も来るでしょうけどね。そうそう、沼田だったら別にあのうちが塞いでるんで、ルートを。あったー、畜生。一発が痛い。横瀬の足止めがある。北条氏国はそんな気にしなくていい。いかがしましょう。こちらに。動くぞ、続け。まあまずは北条と停戦してからですね、すべては。いかがしましょう。我が部の見せ所か。足止め溜まってねえのかよ。足止めの溜まりが遅い。武将が雑魚すぎる。
足止めたまらないのか。いかがしましょう。ここでこの軍略でもって決めてくれ。危ない危ない。いやーよかった、ギリ、まあ、なんとかですね。おお、そしてスーコキャス。いやー全然足止めたまらないわ、効かないわ。もう体を張って伏せてくれ。ぐえー、そうね、もうこれ混乱で倒してもよかったね。ちょっとね、混乱で倒した方が良かったかな、今のは。70人になっちゃった。いかにすべきか。まあ頑張るか。いかにすべきか。お越しを願いまする。城を取りに行く。出陣する。遠いな。早っ、早い。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 北条相手に停戦したい。軍を3つ取って停戦投げよう。それまではちょっと耐えてもらう。カズマスが戻る。我が部の見せどころか。いかがしましょう。この2人で軍を取るだけ取って。ご指示。城攻めですか。何をするか。声がそう、あのね、実はテルコバ作るときに思ったんだけど、老人男ってのがいるんですけど、老婆っていうのがなくて、声がね、やたらね、優しな、こう若いんですよ。ちょっと、ローバーないの良くないんちゃうんすか。軍を動かす。続け。我に続け。そんな声ちゃうわ。ゲー。せやろう。これは城を捨てて、滝赤ズマスも一人落ち延びて去っていくわ、清須に。マジか。いやいや、そんなもう滝川一馬ともあろうものがそんなペロペロしないっすよ。頑張るっすよ。頑張りたいけど、右に左に倒してしまっても構わんのだろう。ご命令を。我が部の見せどころか。まずは向こうを上げるは今よ。進むも引くも滝川一馬ですよ。足止めいらない。お越しを願いまする。雪村と上田城と沼田城の距離の感覚がすごいあるから、一応真田かっこいいケアはできるんですけど、
そう、幸い今の真田であれば混乱でどうにかできるはず。いいな、オトラ。もう真の除血というものを見せつけてやりましょう、テルコバ。そうなんですよ、上杉今隣接しないからいいけど、沼田を落とすと同時に上杉なだれ込んでくるでしょうねっていう。相手も混乱なら連射勝負よ。今の俺がホルスターからガンを抜いたようにミークリックでマニュアル化。我が部の見せ所か。何をする。うおー、シャコラシャコラ。早打ち勝ちだね。我らの大勝利じゃ。いやー、機会があったらね、信勝と秀吉とは信勝と勝家とは同盟したいなとは思ってるんですけど、まあさすがにまだ外交できるような状況ではないから。踏まえに行くそうなところを、命令を下され。ご命令。次、雪村進軍だ。進め。いい声してんな。いかにすべきか。ここまで行かないといけない。は、軍を動かす。続け。国衆まだ使えない。いかがしましょう。雪村かしんどいな。しんどいな、雪村はさすがに。まあ、最速混乱やってかな。早く。テルコバー町。お越しを願いまする。間に合った。先へと向かおうぞ。さあ行くさぞ。三の一。腕が鳴るわい。混乱二回はやらんといかんでしょうね。で、正行がじわじわ接近中。で、徳川軍僕まだ1000しか倒してないんで、あと1万9000いるんですよね、実は。あと1万9000って何だよって話なんですけど。何をする。は、軍を動かす。続け。混乱ヒットアンダーウェイどうにかしましょう。よし。我が部の見せ所か。わしゃ。メイドの道行きとして。本当に良さ今の。ダメージ食らってない。めっちゃ減ったし。いや、ちょっと待って、弾かれて技食らった今。あかん。やばい。もう一回。いかにすべきか。蹴散らしてくれよ。今押せてなかった。入った。今ね、めっちゃ連打してたつもりなんですけど。我こそは同
思うものは続け。まあまあまあ、もうこれは倒しましょう。もう先方はさすがに使えまい。あー、溜まってなかったか、ギリギリ。しまった、無駄な損害を。一回帰る。無駄な損害を結構食らった。ギーギーゲーゲゲゲゲゲゲ。本田忠勝3900、飯田政1950、大久保とか久野とかいいけど、榊原、おー、こう とりあえず戻る。いかにすべきか。初手最速で籠城設定するべきだったか、国峰。とりあえず急いで、ぐわーぐわー。城に張り付いた、まず北条。何を考えすが良い。待て待て待て、軍三つ、軍三つプラス城。九等級、八等級、十等級。北条氏政か、北条氏政だと、何が好きか分かりかねるな。北条氏政、何が好きなんだろう。好み分からんな。書物か、書物か、まかっとくか。まあこれ以上はちょっと。何用か申すがよい。足りない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 。これはこれは滅んだかも。これは滅、これは滅亡コースだな。いや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 、とりあえず、とりあえず真田は帰ってない。うーざ、そんなルート。真田はえらい遠い。徳は接近中。363。いかにすべきか。テルコー、ご命令を。我に続け。うおー敵4部隊、敵5部隊、4部隊、5部隊、5部隊。国衆がね、また使えればよかったんですけど。これを5部隊を威風弱で倒せばかな。でも戦って3900とかどうすんだよって話なんですけど、頑張るしかない。テルコ1700、ケージ1500、ユラ450、滝川和正750。いざ出陣。
いやー、威風弱しますぞ。いかにすべきか。行くぞ。あれ？ここを上げるは今よ。うっせやろ、届かないのかよ、ここ。何をすれば。エーラよ、いざ行かん。届かない理由がわからないが、城を奪おうとは許せぬ。逆にまあこれでカッコ撃破が、いいよ、声を上げよう、行くぞ。いやー、こんなこんなんね、こんなんね、我が見せどころか。いや、これはきついっしょ。これはきつい。国衆もいねえし、1900、1900、1800、3000、終わったか、終わったくさいか。そうね、せめて5部隊にしたいですね。何をする。一回下がる、2部隊出す。そっちじゃない。いかにすべきか。だあ、強行で耐久力がない。もういかにすべきか。まあどうやら必ずよ、この城を奪い返す。どうやらテイク2が近づいておりますな。どうやらテイク2が近づいております。いやー、徳川から殴るべきだったのか。どうにもなるかよ、どうにもなるかよ、これ。それぞれ押さえて、反省会始まる。従属化したくない。従属化したくないとして、赤備えだ。何をする。籠城設定する、籠城設定で耐えるっていう選択肢な。早々にどっちかだけでも。何ですか。我が武略を持って万全の敵を打ち払わん。どうにもなるかーって。ちょぐわー、その目に焼き付けるがよい。だからね、北条徳川どっちかを先に殴って講和するっていうプランだとは思うんですよ。で、今回はその北条を殴って外交失敗&サンダも来ちゃって、籠城設定しても中入れられるかっていう話なんですけど。滝川益重か前田慶次か。ちょっと防御設備を見てみるか。何ですと。まあこの世界線はもうダメなんですけど、慶次だとなんと砲台がずらり。砲台がずらりったってな。正楼砲台、滝川は全部忍び人将。いやー、これね、実はこれね、刑事が籠城設定すると全部砲台になるっていうね、すごい。これはアルテミスの首飾りの再来じゃないですか。
だからといってこんな、だからといって守れるのかよっていうね。本当にこんなんで守れるのか。いやいや、これ歌舞伎キャノンやりすぎでしょ、これ。んたかな、いや、まあ。まあ、ちょっとまあ、すみません。これもう、この世界線はさすがにもうアウトなんで、元に戻るとして。あ、僕は滝川来てからセーブしてないのか。実は滝川来てからセーブしてなかったっていうね。いやまずいっすね。どうすっかな。北条は結局国峰、新高山が隣接地点、徳川は国峰、箕輪が隣接地点、真田は箕輪と新高山が隣接地点、それぞれ2勢力と隣接しているという状況なんですよ。全部路上、全部路上。いや、真面目に全部籠城して箕輪城の兵力だけで戦略を取るっていう手もないわけじゃないんですけど、むむむむむ、金4929、金4929か。そうね、ちょっと徳川が上田に行くことに期待して動かないで行ってみるか。徳川上田に期待で制度開始に心得申す。これね、清須に帰るどころじゃ、あ、竹勝松来たタイミングか。これ来たタイミングだったな。いやー、どうしたもんかな。ちょっと一回ここでまたセーブしますね。回したら、そうですね、引きこもりさえすれば、引きこもりさえすれば感はあるな。まあ真田に行ってくれることに期待かな。制度開始。わかり申した。あとはね、連兵所とか作っていきたいっすね。まあでも、まあ、まずは米丼かなっていう感じなんですけど、なんだかんだで米丼。いや、まあ軍開発がある程度終わってからだな。そうですね、と、まあ徳川北条が何らかしら動きを見せるのを待ちましょう。まずは イニシアチブをね、相手に委ねるのをね、神聖だと恐ろしいんですけど。生徒会心に、よし、ブロックこれ籠城されたら結構大変ですね、これ。いやー、それ激流に、こう力を抜いて激流に身を任せる籠城スタイル。制度開始1、
制度改新1取ったから1つずつぐらい、あ、ロールか足りないでしょうか。お前に噛んじゃあ、どっちか片方制度改新任せよう。連兵作って、連兵ガンガン作ろう。で、残りの手持ちの労力3で頑張ってミノワを軍開発する。ちなみに遠赤交流、滝川正成がそこそこ悪くないですね。鉄砲レベル増加1、騎馬レベル減少1。まあ鉄砲教練の顧問ですね。カズマスがね、カズマスだったらよかったんですけどね。火災が、いやーこれ本当にマジかよ。マジか。だよね。北条コインだもんね。一緒に武田攻めた仲じゃんね。小諸の直虎をまず先行撃破する。で、国峰に。聖郎奥、聖郎北条高弘ムハハ、国峰に聖郎北条高弘。お前の喜びにござる。まあもうちょっと人を入れよう。ありがたき幸せ。とりあえず人をちょっと入れておこう。小畑、滝子か増重にしとけばよかったな。ちょっと後悔。いやーでも増重だとガンガン調略食らうか。小畑も入れといて。恩に着ようぞ。62日かかるけど、先に直虎は撃破する。我が部の見せどころか。まあダブル混乱でいきましょう。みんな続きなさい。いかにすべきか。いざ出陣。何をすれば。ついてまいるのだ。いっぱい来るな。いっぱい来るな。おそらく60日全然セットはできるはずなんで、これさえ撃破すれば可能な限り潰そう。サナダー、サナダー、陣を構え、戦に備えよ。サナダいやー、さすがサナダですよ。いやー、北条は多分今攻める場所がないからうちに来ないと思う。こちらに。あー、そのことないから、似たかないのがあるか。進めるぞ。うおー、どうしようかなこれ。何をする。
命令を。軍を動か、続け。まあ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 、籠城可能になったらあとはテルコバーに任せる。我が部の見せ所か。はっ、皆敵の回路を封じるぞ。うわー、何、あ、どうし、何、相打ち、そんなことある。混乱相打ちって新しいな。かかりました。我が戦闘にて崩れるがいい。あいつ初めて見たね。ライトが悪かった。これで国峰に到着するの50日、あとはバーに任せるぞ44日、あとは全力で真田迎撃しよう。はっ、進軍だ、進め。ご指示。いかにすべきか。ご指示。よいしょ。兵らよ、こう進めるぞ。いや、真田の場合はあれだね、上杉とか徳川と北条とかと天正人口なんで外交うろちょろするからっていうのが若干救いになるんですけど。戦となるぞ、布陣を始めよ。滝川はね、殴られ、もう全方向から殴られるからな、これ。いや、同時はなんか60フレームのなんか1フレームが出たんじゃないですか、同時押しが。でも滝川はもうここに出るしかないじゃん。まあ長篠城に出ようかなという一瞬思ったんだけど、ちなみに長篠城に出た場合、今度は部下がね、なんか北条高広とか赤井照子とかがいる理由がなくなっちゃうから、だからまあ上州にしたんだけど。まあまあまあ、まだ積んだわけじゃないしな。なんか今度は混乱押し間違えずに、よしましょう。我が部の見せ所か。伊勢にした場合だから、赤井照子とかがいる理由がなくなっちゃうっていう。強気として敵にくれてやろうと。ああ、しまった。こっち、そろそろ離脱。我が部の見せ所か。こう進めるぞ。まあもう一回混乱しに行きましょう。恐ろしい、恐ろしい。昔のね、革新天道時代の伊勢滝川家って本当に武将がいなかったんで、で創造と大使になって、上野の領地もらえるようになって、滝川が、それちょっとね、武将の質が良くなったんですよ、滝川家。ご命令を。よっしゃ。メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。わわわわわわ。あー、遅かった。メイドの道行きとして敵に粘ってしまった。粘ってしまった。我が軍略にてこの戦消してみせ。一発食らってしまった。685人が死んでしまった。
雪村が無双した。引き続き真田を迎撃する。いかにすべきか。頼むよテルコバ。あー人の移動してなかったな。どうなってんのこれ、どうなってんのこれ。やっちった。間に合うかな。二方向から来る。ここ全く意味がないから、間に合うかな。もう間に合うかな。軍取る。間に合わんかな。セロね、ちょっとねこっちに置いときたかったなっていう。まあ置いといてみるか。間に合わなかったらしょうがない。あー下からも来てた。そういえば北条領経由で来てましたね。そういえばそういえば北条領経由で来てたな。まああんなとこから来てるのはせいぜい一部隊ぐらいでしょう。あーリセットになったか。残り60日ダメだ、間に合わなかったな。グググググググ、ゲーゲー、いかにすべきか。ゲー、いざ出陣。帰るだ帰るだ。何をすれば早々に落としてくれ。ゲゲゲゲゲ、我が部の見せ所か。こちらに出陣いたします。行くぞと向こうを上げるは今よ。一方向だけでも、いや無理だな。路上設定を初手最速だったら間に合ったとは思うんだけど。まあまあまあ一回路上戦してみるか。本田隆とかね、稲政とかね、くっそしんどいですね。あ、井手浦さんも混乱か。こいつもか、こいつも有能混乱か。いかにすべきか。ご命令を。いやー。にしてくれようぞ。よし。そうね、国衆なんで割とすぐ帰るでしょう。我が策にて仕上げと参りましょう。我が策の前に敵はついやがさて、テルコバ頼むで。もう頼むしかない。どっちかだけでもね、カッコ潰せればいいんですけど、今からこっちだけでも倒せないか。エラよ、進め。ご指示。おお。どこよ。どこに足つくのよ。ずっぽし。美濃にずっぽしきた。ダメだな、これこいつだけでも倒したかったんですけど、ちょっと位置関係的に無理ですね。テルコバを信じるか。何すべきか。城を奪おうと許せぬ。
Goodbye. 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 お、正論は間に合った。まあしんどいとこに正論が間に合っただけマシですね。よし。頑張ろう。これに勝てばね、まだ目はあるんで。いかがしましょう。こっちはもう縄文迎撃で、この二人は。何をすれば軍を動かす。続け。いいだよ。いざ行かん。押し潰しましょうぞ。あ、米が足りてない。米が足りてないこれ。へいへい、へいへい、徳川さん、米足りてないんじゃないですかそれ。お指図を頂戴し、徳川愚かなり。あー、くそ、ギリギリ間に合った。うざー、やばいやばいやばくだ、残り1秒だったじゃん今。しっくしょ。いざ行かん。うえー、その目に焼き付けるがよい。残り1秒じゃねえか今の。うん、えらよ。いざ行かん。あるそんなこと。もうすっげえ足遅くなってるし。これ何、いいの赤鬼兵力減少プラス機動低下、えーぐいく技だなそれ。ゼロレベル2。そう、いかがしましょう。ゼロレベル2。やります。押し潰しましょうぞ。ババア耐えろ。進軍だ、進め。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。これは撃退激走。これでもう飯縄正、飯縄正は大丈夫だろう。お打ちを願います。次はこっちだ。行くぞ皆の者。セロレベル3が刺さっとるで。兵力の限界だ。いかがしましょう。ヘルクの限界だ。いざ進め。ご命令をください。ここまでか。あれ、なぜ、あー、いいの顔に食らったか今。また中に入る。本丸受けをせざるを得ない。ご命令。ババア耐えろ。ババが耐える。ほら、ババがたばー。よし。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、今度こそ、あ、ババババーバーン、勝った。その身で確かめよう。いやー。勝った、勝った、勝った、勝った。いやー。危ない、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 もう。わけわからないけど、勝った。いやー、危ねえ。いやー、もうさすがテルコバーよ。兵力1。ババ1人で頑張った。よし、威風弱。いやー、今みたいな感じで何度もすんの。また音に聞け我らの勝利を。よし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 。いかなることですか。なんですと。お、士官、士官誰だ。大久保長。いやー、大久保長安ありがたいっすけど、どうせお前もな、秘伝にわしを扱えます。どうせこいつもあれなんですけど、中裁赤い組なんですけど。ありがたき幸せ。
城ね、一時的に中世ね、黄色になってはいる。家宝買ってあげようかなと迷うとこなんですけどね、北城。でもなでもな、いや、大久保長安と北城高弘と2枚揃えてしまいましたわ。これで右兵、いや、これも別に牢城でいっか、美濃和城なら。あ、あと利休な、そうね、利休ね。あとあー、大久保長安工作兵なんだ。いやー、長安もね大事ですよこれ、工作兵。マジか、できる男じゃん。わあ、手放したくないですね、どっちも。どっちもいいのだな。いやー、カズマスね、ちょっとね、カズマスね、どうしようかな、タキコちゃんな。いやー、カズマスなら多分タキコに泣いてくれっつってね、嫁に出すと思うんですよ、カズマスだったら。滝川だったら多分嫁に出すな。ちょっとでもね、滝川だったら嫁に出すと思うんだけど、出すと思うんだけど66歳、38歳。いやー、出せんな。あと言うて北条があと4年でしょ。4年の命っしょ、こいつ。この老いぼれもう、まあ、働かせるだけ働かせてくたばればいいんすよ。よし、我慢すか。これ籠城してもいいし、籠城だな、籠城しよう。あー、光った。いやー、おほう、おほう、わはー。今回は西路南に、西路南に移す。こっちがメイン。意味ないかな、あまり意味はない。まあまあまあ、耐えるしかないね。さっきね、かなり兵減りましたからね、来るまでに1125回復するかな。これ倒さないと、まず先行して倒さないとダメですね。これ歌舞伎キャノンが火を吹きますよ、これ。どこから来ても砲台。武器キャノンで吹っ飛ばすぜ。あ、国衆が使えるようになったな、一人。命令を下す。いかにすべきか。いやー、もう正直これね、外交したいんだけど、
外交したいんだけど外交の余地もないっていうね。いざ出陣。どっちかと停戦できればね、その停戦の間にね同盟投げることも不可能ではないんですけどね。皆続きなさい。いかにすべきか。なんとかどっちかと停戦できないもんかな。ついてまいれ。おお。おお。オフ。オフ。うん。先へと向かおうぞ。我が部の見せ所か。停戦するには前に出なきゃいけない。声を上げよう。戦ぞ。いや、多岐川一馬ともあろう者が北条とか徳川の家父に立つわけにいかないから。カフに立つわけにいかねえからダメな。こちらに動くぞ。続け。何をするか。ゲーム開始が一度も立ってないんですよね、きっとこれ。鉄砲にて打ち払わん。我が部の見せ所か。あー、鉄砲レベル6ぐらいあるんですよね、実はカズマス。お越しを願います。まあ、あまりにもあれだったら徳川との開幕1年ぐらい同盟許してもらおうかなと思いますけど、滝川ならば。は、敵を攻め立てん。でもまだね、まだ諦めたわけじゃない、まだ諦めたわけじゃないんで。いざ、この戦場に捨てた。わわ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 わ。おかり。さて、我が策にて仕上げと参りましょう。これが我が戦法よ。みんな奮い立つがよ。敵で打ち払った。撃退に撃退を続けてれば。ああ、そういえばね、昨日で僕ね、あれなんですよ、ファイルのさ、整合性取ったんですよ。昨日落ちなかったと思うんですよ。なので整合性取ったことで治ったかも。ご指示、動くぞ。続け。ん？なんだそれ、なんだそのムーブ。いや、今こそ、この瞬間こそ逆進行の機会か。さっきもう一つ軍取ってればって感じはあったんだよな。まずこれ刑事が大砲撃ちまくる。ドッカンドッカン、刑事のドッカンバトル始まる。刑事がドッカンバトルしてイフーやって、その後すぐ八型を占領しに行く。こちらに直ちに制します。あわーお、いっぱい来た。なんだこれ、うひょーい。すんごい来た、すんごい来た、すごい来た。逆に考えるな、ここでイフジャクをやるんだと。これとこれとこれとこれでイフジャクをここでやる。よし、そのイフジャクのイフジャクで敵を全部吹っ飛ばす。今接敵に行く。こちらに
テルコも出て、ああこれテルコ、これね、これこの剣魂一滴の勝負、テルコは籠城するべきじゃないような気があって、こっちから来てんのかよ、うぜ。4部隊、相手4部隊、テルコが出れば5部隊、ただやっぱテルコはやっぱ籠城しときたいな。5部隊、この5対4のイフに勝てば、戦となるぞ。布陣を始めよ。5対5か、きついな。5対5はきついな。これこっちか、5対5、ヘルプス半分ぐらい、半分以下、3分の1ぐらい、勝ってるか。勝てるわけねえだろ、勝てるわけねえだろ。みんな騎乗せよ。ご命令とあらば。下がる。もうこれはまた籠城に託すしかないかな。いかにすべきか。どうかお許しあれ。まあついに来たな。ついに北条高平に来ちゃった。あれ。よし、間に合った。そう、これでここで籠城威風だな。城を奪おうとは許せぬ。なんだこれ。なんだこれ。いやーこれ無理っしょ。これは無理っしょ。なんじゃこの数。いやあのね、国衆と国衆を倒して他を無視すれば勝ち目あるで。国衆全力で、国衆まあこんな戦ったらもう威風、今日もう威風置きまくって向こうがついつい願ってほしいですね。こんなお命令を。国衆と国衆を倒す、それで勝てる。命令を下さい。うん、兵だよ。いざ行かん。終わりにしてやる。これが俺の戦法よ。命令を下さい。いかがしましょう。やろうともやるぞ。お前らの力を見せてみろ。我が軍は優位です。お、北条高弘頑張ってる。よし、まず一部隊勝てる。いける、うん、いける。国衆が先頭に来てるってアホな傭兵してるんで。なんとこれ勝ったら、今度こそ勝っただろ。いやー勝ったわ。いやー国衆先方に来ちゃうから、いやー国衆がいる時代はね、ありがたいですね。国衆来てくれると、もうこれ北条高弘これでもう寝返らないでしょう。お、これも刑事も守れたでしょ。これ誠か、仰天したわい。こっち吹っ飛んだのはいいけど、あの領地全然奪還できてねえしな。カウンターしたい。
領地奪還できてない、もうしょうがないから領地取り返しに行く。確か仕様変更でこの状況で取りに行って軍は維持できたはず、もう維持できたよな。我に続け。お礼を願いまする。じゃあこれなんかこう自分とこの砦が敵の砦になるのね、うざいよね。帰った、よし、大事、ここ大事、ここ大事、ここ大事だ。ちょっとちょっと息継ぎ、ちょっと息継ぎした、息継ぎできる。いやー、なんとかなんとかどっちかと壊したいですね。もうこれちょっともう恥も外分もなくセーブしたい、僕これは。もうわしは行きたいんじゃ。83年4月これはもうちょっと恥も外分もなくセーブポイントですわ。ここで八型逆進行して講和を取りたいな。八型逆進行講和できるかな。いかにすべきか。まあとりあえず軍をね、まず一つだ、いや三つだね。前回ここまで取っといて56だったんで、もう一つ取らなきゃいけない。三つじゃダメ。四つ目まで取らないとダメですね。できれば5つなんですけどね。見せどころか。そう、ついでに城張り付きも必要ですしね。いざ出陣。いや唐沢山ね、耐久力7500なんで無理なんですよ。ちょっとこれどちゃくそ硬いんですよ唐沢山。できればね、唐沢山に関しては、あの佐竹とそのうち同盟切れるんで、そしたら従属投げたいなっていう。今回ね、僕ね、威信悪くないんですけどね、135。よし、行くか。こまごま、国主の力も借りて。我らがものとせん。もう威風の意味なかったな。もうしょうがねえかな今のは。しゃあねえな、しゃあない、しゃあない。そうですね、大事な大事な正論だったんですけどね。セイロはとテルコバーだけなんで、精度3取って上司を変えるか。北条が、北条が、違う、北条が北条に行くってわけわかんないことに。いかにすべきか。いざ行かん。いざ出陣。こちらに。みんな続きやすい。ああ、刑事とバー入れ替えるのもありですね。ただまあどっちにしても精度3取ってからかな。行くぞ。武功を上げるは今よ。軍を動かす。続け。何をする。一発食らっちゃった。テルコ99じゃないで110歳ですよ。テルコ死なないっすよ。え、200ぐらい失っちゃったかな。エラよ、スネーク。容赦は我らがものよ。先へと向かう。
ちらに。藤国を ね、なんとか封じ込めて、城を落とせるならね、それに越したこともないんですけど。いかにすべきか。敵に痛手を与えます。おお。勝敗を決めてやりましょう。あ、生かして、そういえば生かして返さないといけないんだ。ご命令とあらば。そう、死なすわけには。そうなんですよ、落としちゃうとね、落としちゃうとちょっとが若干外交がやりにくくなる。帰る。いかにすべきか。ここのね、砦で取り返すのちょっとめんどくさいな。いかがしましょう。やだな。命令を下され。我らがものとせん。やだな、これ 兵減るんだよね、あれ。ご命令を下され。みんな騎乗するぞ。徳川1万国民ね、ぶっ刺さってる。入れるだけ入れとくか。感謝いたす。テルコが施設作ってねえし。いや、逮捕要塞なら強いか弱いか分かんないで、あれ。めちゃくちゃ弱い可能性もあるんで、逮捕要塞あれ。連兵作ってくれるのに。僕確かこれで、テルコずっとここにいるんだけどな。軍の掌握優先してんのかな。そう、雨めっちゃベロベロ舐めてました。また出てきた。でもまあちょっと精度3取ってからですね、逆にすんの。いざ入艦。みな続け。くそ、507ぐらい倒せると思うんだけど。ゲー出た、ゲー出た。は、進軍だ、進め。こういう時に動くのが真田。ほんとサウナだよな、もうこういう、もう困る。いや、いつ来たってすげえ困るんだけど、いつ来てもすげえ困るんだけど、まあすげえ困るときに来る。軍を動か、続け。敵の退路などひねり潰すぞ。まあしかしまだ積んだよね。徳川もね、サウナに行けって思うんですけど、まあうちの方がもう兵力減っちゃったんだろうな。
が部の見せ所か。はっ、敵の退路を狙う。追い立て。まあいいや、爆散させちゃう。操縦軸に死んじゃいそうですね、これ毎回全滅させると。サーダとはね、停戦可能、一応従属勢力でも従属勢力に対する個別停戦はできたと思う。まあ従属上杉、いやー八方ね、大丈夫だ。八方落とすわけじゃないんで、何をする、軍さえ取ってしまえば。なダメだ、戻らなきゃダメだな。はっ、みんな騎乗せよ。いや、国主にちょっとやっといてもらおう。いかにすべきか。これで2つ目の軍、何をする。2つ目、ご命令。そうね、歴史弁と何か停滞してるんでしょうね。第一次上田合戦が起きてない。第一次上田合戦、徳川が上田を攻めれば発生。その結果、真田が羽柴に従属、上杉が羽柴に従属、徳川と真田が停戦。その場合徳川は上杉に行くのか、いや、うちぐらいしか行くとこなくなっちゃうのか。徳川、なんか上田合戦ね、起きたら起きたでね、よくないねこれ。そうなんだよね、上田あんまりよくないなこれ。条件は沼田か、上田沼田、北条健在来ますね。まあせめて北条と講和した状態にしたいですね。わあ、これは勝家勝家が北の城を追われな、金沢に押し込まれてますね。だいぶ勝家もきついな、これ。きつつのきつさな、これ。いや、とりあえず雪村倒すか。何をする、とりあえず雪村を倒そう。遅れてはならぬ。はっ、軍を動かす。続け。何をすれば。ああ、小牧に繋がらない説か。帰ってくんだ。ご命令とあらば。小牧は静ヶ岳必要だったんだ。そうだね。そうだね。いや、でも80年3月で起きるは起きるみたいだね。80年3月、あー、でも80年3月であれだ、条件を満たせてないか。さっさが橋場にいない、だから起きないかもですね。80年3月の時点で柴田を滅ぼしてさっさを吸収してない限り、だからギリギリ起きないかも小牧は。戦となるぞ、布陣を始めよ。
生半可な相手ではな、な、ない。こんな、こんな。我が部の見せ所か。ちょっとずつは潰せるんだけど。今は軒口を守るが得策。容赦は我らがものよ。なんとか停戦に持ち込みたいな、もう。それに尽きるな。ねえ、清須会議多分まだカズマスのこと待ってますよ。何をする？もうちょっと遅刻していつまで経っても清須会議起きないんで、行ってやらないとね。いかにすべきか。これを倒せば少しは。体力ごっそり減る。我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。先はなんかボコボコできないんで、ボコボコできなかったんでしたっけ。動くぞ。続け。北条に勝てればまた違ったのかな。まあ勝てるような状況じゃなかったんでしょうけど。我が部の見せ所か。ご命令とあらば。この道行きとして敵にくれてやろうぞ。敵に決めてやろうぞ。よし、真田がこれで黙った。もう黙ってろ、マジで黙ってろ。で、土着層来る徳川をこれどうにかしなきゃいけない。もう土着層来る徳川を、正論なしでか、正論なしでか。お礼を願いまする。テルコに頑張ってもらうしかないか。まあそのまあこの多分これゲーム上上落しようとすると多分織田と敵対しかねないんですけど、新田金山からしかよこしてもらえないんで、で新田金山の路上解けちゃうんで、いやーでもこれ野戦で絶対に勝てないんで、こんなん無理よ。無理。幸い本田とか言いは来てないんですけどね。あー言いは来てるわ。言いだけ先行して倒す。ご命令とあらば。我が部の見せ所か。おかわり5000人。ダメだ、手動で連兵ちょっとガンガン作ればよかったな。何もできてねえし。とりあえず考え。いざ始めよう。これは恥ずかしがらずにチュートリアルもオンにするべきだったな。行くさぞ。また準備を万端整えよ。
ああ、ちょっと想像、ちょっと想像したらきついですね。徳川北条、こんなに本気か。我が部の見せ所か。こんなに本気とはな。徳川が確かにね、あんまり攻める場所がなくてっていうのはね、あるのな。こちらに。いやー、でもなんとか隙を見つけて北条を停戦に持ち込んで、徳川迎撃しながら徳川停戦に持ち込んで、北条徳川交互に停戦しながら所領を拡大していけば目はあるはずだ。我が部の見せ所か。上杉さ、上杉歴史弁当で秀吉に従属しちゃうんですよ、ちょっとしたことで。敵を打ち払います。だからすげえ頑張って、従属させる意味が薄いなっていう、同盟する意味が薄いなっていう。我が策あらば負ける、皆も力を振るうのだ。以前蹴散らしたり。これでなんとか、次はこっち、あとはテルコに任せた。ぞ。さあ、これで軍2つ取った。いや、今で3つ取った。軍4つ目を取る。4つ目の軍と白包囲で許してほしい。マジで許してほしい。で、徳川の御詰めが箕輪に来てるんですけど、それは結構距離が、もうそこだったわ。もうそこかよ。本田忠勝5000とか、なんだその数。逆に言うと忠勝5000だけか。忠勝5000だけなら、似たかねらの軍取るのに兵1000使うんですよ。砦一つあるから。兵1000を使うことがちょっとあまりにも馬鹿らしくて。馬鹿らしくないですか、これ。自分の軍を奪還するのに兵1000使うの。今ね、兵線はね、相当でかい出費なんで。はっ、早々に落としてくれ。倒してすぐ戻る。いや、壊してすぐ戻る。いかにすべきか。城攻めを始めよう。城に戻ります。さあ、制圧急いでくれ。もっと急いで。ああ、忠勝が見えた。よっしゃ、これでどうや。これで軍4つ取った状態で怖いよ。何用か申すがよい。待って、軍4つ取った。1、2、3、4、軍4つ。そう、家宝買う。ソロバンとか好きそうじゃないかな。いやいや、絵とかどうかな。絵とか好きでしょ。こちらに、あの、武将一覧で好みとかって見られないよね。別にないよな、好みとかないよな。いやいや、大丈夫。任しとる。この一発で決めたる、絵でしょ。絵が好き。北条氏政は絵が好き。そのプレゼントのためのね、プレゼントのための、なんだろう、何を差し出すかを吟味して、商店に行くって面白いな。
嘘、直ちに当家に従属かよ。マジか。嘘、こんな状況で、この状況でなの？マジかよ。あれあれかな、あの僕は軍持ってるから、あの軍一つ占領されてるからなのかな。いやちょっとあかんよ。僕軍取られてるからの目が可能性がちょっとあるなって思った。これられてるからか。ちょっとごめんです、ここだけちょっと確かめさせて。確かに8月に入った瞬間なんで、8月ではなく7月で、ちょっとここだけすいません、ここはさすがにすいません。最後のつぼめ、あら、あまり見ない、あまり見ない方ですわ。ここでもうやだなこれ。触れずついてまいる。やだな。我が部の見せどころか。ご指示。ふん。城攻めですか。僕は結構ね優勢に攻めてるんですけどね。あれ？あれ、この状況って取りでダメージ食らわないんだっけ？奪還の場合って。我が部の見せ所か。食らなかったっけな。なんか知らんかった。それはそれで。我が部の見せ所か。何をする。みんな、城攻めを始めなさい。こいつ。なんかでも前がダメージ食らってたような気がしない？城へと戻らん。いや絶対ね、前はダメージ食らってたと思うよ。で、すげえムカついてたもん。さあ、軍3つ取った。いや、じゃあ軍4つ取って綺麗に奪還した。この状況で、ちょ、我が部の見せ所か。そう、買い物して。あー、分かった、プレゼントがダメだったんだよ。ダメだったんだよっつっても、こんなかったらこれ一択だな、値段的に。まあどっかでアップ、どっかでアップで直ったんでしょうね、さすがに。まあさすがにおかしいもんね。おお、やっぱ全然違うね、全然違った。そう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 。よーし、94丸、俺は絵は24。1年。まあ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 、1年。よしよし、話はまとまったな。領地がね、奪われてたら、なんか攻められてる、僕が攻められてる扱いになったわけですね。これ今のうちに外交全力敵視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 マジかよ。我が部の見せ所か。我が部の見せ所か。いかにすべきか。城を奪おうと許せぬ。いや、こんなん。我が部の見せ所か。国衆だけは。城へと戻らん。
まあそうね、そろばんで、そろばんでもよかったでしょうね、今のタイミングだと。まあしかし、まあさすがにそんなこ、そこまで細かくセーブ&ロードはさすがにちょっと若干恥ずかしい。ババアの前にみんな戦わずして逃げ散っていく。さすババ。ご命令を。さすババですよ。5300これで帰ってくんねえかな。我が部の見せ所か。まだ来るの？結局来るんかい。ちょっと、あ、そうだ、せっかく労力あるから、グマ軍開発するか、裏の。一つね、完全に踏まれちゃったしな、戦わずに。我らの拠点が攻められたか。戦って帰れよ、おめえ米ねえだろう。もう何だったんだおめえこの野郎。北条にそろばん送って親善ね、それはありかも。敵視そろばんそろばんそろばん。では話を聞こうか。こたび贈り物があると聞いたが、どういう数の気持ちかな。過去のことは水に流して良い関係を築きたい。そろばん。うっそ、不審かよ。ここまで来て冷やかしか。追い返された。そうですね、ここで威風してですね、佐竹7ヶ月、ここで威風だな。本当ただの冷やかしだよこれ。とりあえず戦って追い払って、我が部の見せ所か、軍の奪還して、ついて参るのだ。もうなんだもん、ノンストップのノンストップかよ。いや今のはね、交渉不可にはならないはず、確か今のは許されるはず。そうそう、徳川ね、だいぶ無理してるからね、案外米足りてないんじゃないかっていうね。そろそろね、大農村オープンしてくれるとちょっと箕輪の兵力が回復するんですけど。うえまあしょうがない、もうあんなやつしょうがない。イエス1万かよ。イエス1万、イエス1万、これはさすがに耐えられん時が来てるか。国見ね、収入も少ない。一方向というのが幸いか。
あ、新田かめ、新田かめはこの瞬間なら解除してもいいかもですね。あ、うん、まあ、うん、真田が来る、真田が来るぐらいですから。北条には、北条はね、しばらく安全ではある。でも、もう、もう間に合わないんで、支援。10倍。でも敵3部隊しかいないんで、1部隊だけでも倒せばかなりゲージが動くはず。よし、穴山梅雪集中、梅雪集中すれば勝ち目はある。そうそう、部隊1つで勝ちでしょ、これ。何をすれば。バーがめっちゃいい声で飛び出す。行くぞ皆の者、いざ行かん。だ、その前に破壊されそうな気もするな、これ。家康一番先鋒かよ。あ、いや、直虎に変わった。よし、あ、これ逃げ道を塞がれようとしている。脱出。先方を見るがよい。いざ行かん。敵兵の、まだ先方が。あー、キバヨン、そんな。拮抗しております。キバヨンで座れた。どうだこれで。ダメ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 か、ダメか。どこで穴山梅雪生きてんのかよ、おめえ、この時代に。大丈夫、あとは、あとは時間稼げば。あと、いいならば、いいならば倒せる。いかがしましょう。ここが敵を打ち果たすとき。さあ、今です。あ、混乱食らってんのか。いかがしましょう。我が武略を持って万全の敵を打ち払わん。よし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 。もうほんと国見ね、守れてるのはもう単純に距離が遠いだけですね。徳川との城が遠いから、かろうじて、かろうじて残ってるだけっていうね。これで北条外交させてくれる？ありえぬ。お、おおおおお、敵視。敵視。もうまた冷やかしに行ってみようかな。話を聞こうか。敵視、絶対敵視これ。ダメか。お前何が好きなんだよ。冷やかし。でもまあ、やっと平穏来ましたね、これ。やっと平穏来た、これ。ちょっと、僕、すいません。明日の朝が、明日の朝超早起きでね、町内会の草むしりやらなきゃいけないんですよ、また。なんでもう、ちょっと今日ここで終わりたい。今日ここで終わりたい。いやそんな感じですよ。なんとか次、北条と停戦してるうちに徳川と停戦したいですね。で、双方と停戦してるうちに真田を滅ぼしたいですね。とかできればいいんですけどね。そんな感じっす。そのわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。もう皆さんもなんか町内のそういう催し物というか仕事はやっておきましょう。空気悪くなっちゃうから。そんな感じじゃ。それじゃ今日の配信これで終了になりますので、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。